これから今からちょっと一緒に廃課金者にもう電動車くれって言いに行こう、はい、この子に電動車をちょっと支援していただけないでしょうか。もっと策略があってくるべきなのかな。なんでショットガンやねん。これ本当に渡したくないやつ。ハローマーボイジカです。ということで本日はですね、この前ちょっと電動ガチャを引いたキッズがいるんですけど、結構コメントでいや可愛いなみたいな、まあ人気のキッズだったんですけど、ちょっと惜しくもね、まあ、何にも一切当たらず、終わってしまった無課金のアンドロイドキッズかながいるんですけれども、先日僕が廃課金者に電動車くれくれしてみたっていう動画あったじゃないですか。あれをもう一回そのキッズを引き連れてやってみようかと、はい、思ってます。まあ、優しいんでね、廃課金者の人は。だからまあ僕じゃなくて、まあ、この子になんとか引かせてやってくると、はい、ということでちょっとねお願いしたら多分ねまあ 100% 大丈夫だと思うんで、ちょっと連れてね、まあ保護者として、連れて、やってきます。おいーす。お疲れ。お疲れ様です。テルはさ、電動欲しいよね。はい、まあ欲しいですけど。めちゃくちゃ欲しいよな。死ぬほど欲しいよな。はい。でこの前電動ガチャ引いたじゃん一緒に。まあはい。まあ何にも出なかったでしょ。はい。だからちょっとかわいそうだなと思って、これから今からちょっと一緒に廃課金者にもう電動車くれって言いに行こう、呼ぶから。え、ちょっとそれはなんか申し訳がない。いやいや、そこは押してけ押してけ、大丈夫、俺も協力するから、行くぞ、呼ぶぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、お世話になってます。ムジカです。はい。テンション高いですね。どうしたんですか。いや、テンション高くないですよ全然。バイバイ。あ、ちょっと、あ、こいつ。あ、お疲れ様です。ムジカです。お疲れ様です。すいません、ちょっとお忙しいところ、ちょっとお時間よろしいでしょうか。はい、ちょっとお願いがあってですね。はい。この子に電動車をちょっと支援していただけないでしょうか。はい。この子に電動車、16万の電動車を支援していただけないでしょうかね。うん、ちょっと、嫌ですよ。おい、自分からも頼め。出るわ。行け。電動車支援してください。お願いします。嫌です。え？ダメ？ダメでしょ。電動車ないとお母さんとか友達にいじめられるんだもんな。っていうことです。あ、そうなんですね。ムジカさん、大人の話になるけど、もっと策略があってくるべきなのかな。ムジカさん悪いな。いや、なんかちょっと今日買い物行くみたいな感じで一緒に頼みに行くみたいなノリでちょっと来たは来たんですけど、ダメ？それぐらいじゃもっと作戦を練って出直した方がいいな。あ、ちょっと雑だったか。雑すぎるな。もう作戦じゃない、もうただ言いに来ただけ。そうか、そうか。じゃあね、ちょっとこれクリアしたら電動車支援みたいなだったらまあやるよ、その条件で。ちょっと何キルすればいいんだ。俺とキッズで10キルすればいいのか。250してこい。オーバーオーバー、店員オーバー。250はいきなり来られてもダメ。なんでよ、いいじゃん、もう取ってんだし。もう取ってるからね。これボツだとしても出すから。ダメだバカ。これボツでも出すから、もうブーリンが。これは落としやん、バカ。YouTuber としての落としをね。YouTuber もういいって。もうだから、じゃあもっと、ムジカさんが大人なんだからもっと考えてきて。じゃあシンプルにかわいそうじゃない、この子電動車もらえると思ってきてさ。かわいそうか、かわいそうじゃないかって。別にかわいそうではないよ。見て見て、俺と同じ格好してんだよ。俺に近づけるために勝手に。俺が言ったわけじゃないからね、この格好をしろとか。もう見たらこの格好になってたよ。いや、まあ、だとしてももっと大人な分さ、作戦を練ってくるべきだよ。じゃあいいよ、一回さ、怠慢してよ。俺今帰ってきたばっかなんだって。いや、帰ってきてもいいじゃん、帰ってきたばっかでもいいじゃん。帰ってきてすぐこうやってるでしょ、いつも。あなたが LINE でログインしろって言ってるじゃん。でもさ、俺が LINE でログインしろって言って既読つかずに招待来たよね。どういう仕組み。フレンドっとこ。フレンドっとこ。なんか休養あんのかなと思って。いや、急用ですよ、これですよ。なんとかこの子に電動車を与えないとと思って。あのね、この子ね、この前動画出たんで、俺の。あ、そうなの。そうそうそう、それでね、はい、電動車がどうしても欲しいってね、うん、電動ガチャをね、5000円引いたんだけど、電動車出なかったんだよ。かわいそうだろ。電動ガチャ16万を回すんだったらさ、まあ、こんなことは俺が言っちゃいけないんだろうけど、電動ガチャ持ってるアカウント買った方が安くない。やめろ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 。荒野行動さんと二人三脚なんだから俺は。あかんやろ、アカウントは。え、じゃあ一回とりあえず怠慢する。まあ、なんか、何にも終わってないんだって。じゃあ全裸。今パンツ1枚で風呂入ろうとしてたんで、本当に。いつも通り。多分いつも通りではあるけど、なんかいつも通りか。実力見ようか。なんか勝ったじゃん負けたじゃんとか言わないから、このままうだうだ言ってても進まないからさ、一回怠慢してよ。場面転換的にね、一回。ちなみにテルはさ、メンスト自信あるよな、めちゃくちゃ。メンストは自信あります。おっ、このブーリンさんも強いぞ。めちゃくちゃ強いぞ。自信ない。ちょっとハードル上げるのやめてもらって。
いやいや大丈夫大丈夫、バグにしてるだけだから。じゃなんかでもムジカさんにも負けそうな気がする。もう相当弱いぞそれ。じゃあ10点マッチ、10点マッチやろうか。それやったら風呂入るよ。なんで風呂入りたがんのそんな。いやだって汗すげえかいたもん。なんどんぐらいで終わんの風呂入ったら。風呂は20分ぐらいかかるよ。じゃあ20分後だったらいいのね。タイマンだったらやるよ早く。ルームってじゃあまたタイマン以外も含めてまるっと含めて20分後ならいいんですね。待ちますよそれだったら。よしじゃあやりましょう、電動車争奪メンソータイマーじゃあさ、いいのこれで勝ったら電動でいいの。うん、だって変だもん。いやもうず俺はしつこいよ。じゃあとりあえずキッズの実力見ますか。そうですね、うん、それでじゃあ俺とブーリン対テルアでちょっと査定しますんで、これ練習ね。テルア、まあ、はい、わかりました。リカさんの髪の毛使いやすかった。おい、もう信者や。信者でしょこの子。うん、テルはこの猛者2人に何点取れるのか。俺らゴミやん。2対1でギリ勝てるかどうかっていうところではあります。ね、15で負けるでこれ。現役、まあ、現役サッカー選手に素人2人が挑戦するみたいな。あれあれ、まあちょっとまだ手が温まってないかな。うん、多分ね、多分そんな感じだと思う。大丈夫か、いた。え、なにそれ。ショットガン。ショットガンで。ショットガン縛り。ショットガンきついんじゃない。ハンデってこと。ウリカさん見て隠れる。あーちょっとごめんごめん、ちょっと邪魔しちゃってたな。かっ。あ、査定大丈夫そうっすか、そろそろ。じゃああと1回ぐらいは。なんでしょ、なんでショットガンやねんお前。じゃあ一回戻りましょう。はい。さあこれはなかなかどうだろうな。CS の方が僕得意かもしれない。あ、そうか CS だったか。ごめんごめんごめん。ちょっとじゃあ苦手な武器だったからね。武器縛んのこれ。え、じゃあちょっとなんかじゃあお互い CS 縛りで。CS きつ。CS 縛りでタイマンは10点マッチ。10点マッチ。うん。いいんです。いや、お前はいいだろうけど。CS、きつくない ?CS で5点まで OK。これね、普通ね、16万の電動だったら1点でも取られたらもう普通なしです。普通なし。うん。うん。5点でいいの、ブーリ。CS 自信ないよ。ちょ、多少ね、多少勝負論欲しいかなと思っちゃった、ムジカ。4。あ、4。5はちょっときつい気がする。俺が取れない気がする。こっちも勝負論が欲しい。16万かかってるから。あー、オッケーオッケー。ブリは4キルしたら勝ちね。テルアは10。オッケーオッケーです。こんなことないよ、ほんとに。え、これはちょっとね、覚醒してほしいな。じゃあ行きます。はい、はい、行こうやー、行こうやー、言えよ、お前も。じゃあ CS2 本持ってください。さあブーリンさん、4キルしたら終了。キッズが10キルしたら電動車、16万電動車ゲット、いけ。あいつイモるんだもん。来たぞ。さあ1キル目は、あ、これきつそうな、ちょっと。さあ、1キル目は ?1 キル目はどっちだ、どっちだ。そう、これは、あ、うわ。さあ、1キル目はブーリン。さあ、残り3キル。これドキドキする、マジ心臓に悪い。さあ、残り3キルされたら終わってしまう。こんなね、5分足らずで16万ゲットできるチャンスなんか大人でもないからな。抜け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 、いた、チャンスチャンスチャンス、アッパ。攻めろ攻めろ、もう。さあブーリン選手2キル。ブーリンさんまだ、ね、10回キルできされるっていうね、余裕がありますからね。ブーリンさん、ここ1キルぐらいね、与えてもね、大丈夫なんじゃないですかね。どうなんですかね。あ、わこれ本当に渡したくないやつ。いやいやいや、渡したくないでしょ。さあどうだ。さあ攻めて1キルしたい、攻めて1キルしたい、攻めて1キルしたい、むしろ当てたい、むしろ当てたい。さあ、テルア。パフ。集合でーす。勝負論とは。出してもらったのに。いや、もう1キルぐらいせいや。せめて1キル。え、じゃあちょっとキッズ観戦入って。無事かってやんね。CS 縛り、5点マッチ。いきます。はい。全然なってない、マジで CS の扱い方が。もうダメ。イモってる時点でダメ。そうね、イモるからね。作戦がなかった。取りに行かないとね。こういうね、タイマーはね、やっぱ精神的にね、攻めてる方が勝つんですよ。攻める。あ、
むずっ。エクトマジニーコップ。よし、こういうことじゃ。見たか。嘘でしょ。いや、嘘じゃねえだろ。めっちゃ当てにくいキャラコンしてる。当てられにくいキャラコンでもあるんだよ。痛っ、痛っ、結構痛い。あっ、くそ。あこれ一発取る。よっしゃあと3点で電動。待って、それは話が違ってくるやろ。あ、痛い。近づかない方がいいんじゃないかもしれない。あ、よし、あっ、うっ、あ、うまっ、ぬるーっと来ないで、いって、うまいな、普通に、うまい、おお、やべ、やべ、あ、普通に強い。これちょっと面白いやん、面白いな、勝負論あったな、あったわ。今回はドンマイだけど、君たち鍛えてきてください。弱い弱い弱い。え、逆に鍛えちゃっていいんですか。全然、もう二人で高め合ってください。僕は君たちには負けません。ちょっとこれいい伏線できたな、キッズ。こうやって調子に乗らすといて、実は本当はめちゃくちゃ強かったんだよっつってボコボコにして、もう一気にカッサルトにできますからね、これ。いやー、ダメだったか、惜しかったな。お前は惜しくなかったけど、俺は惜しかったな。いや、待って、ムジカさん、年上だけど言わせて、お前も惜しくない。いや、これヒントになるか。なんか、あの、2人、打ったらリロードするでしょ？持ち帰れば勝手にリロードになるから。あー、あ、そう、もうチートやん。チート使ってました、この人は。いやいや、チートじゃない。だから、一発打ったら、もう入れ替え、入れ替えってやっていかないとダメな、CS は。あ、もう勝てるわ。お疲れ様です。ちょ、待って。夏？かわいそうだな、この子。かわいそうだね。じゃあ、さすがに電動はやりすぎだと思うよ。電動はやりすぎだけど、CS だから俺も負けると思ってたけどね、本当に。まあ僕がさっき無理やり提案したんですけどね、とりあえず取れるから、あの、行けっつって。しかも彼はね、偉いんですよ。俺がさ、いや、なんかブーリンってアホいるから、うん、ちょっとチラッと言えば電動くれるからっつったら、うん、いや、それはさすがに申し訳ないですよっつって。あ、偉いね。うん。他のキッズならね、そいつ呼べ呼べってなるからね。そうそうそう。テラ君、来ます？これはもう、まあね、帰ってくるのを待ってるのもあれだから、1号じゃあ、マジっすか、いいんすか、はい、15,000、うわー、バカじゃない、優しいな、何かの縁だし、なんかおやつ代としてみたいな、優しい。1,500円、じゃあムジカさん払っといて、あとで払っとく、はい、あ、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ僕失礼しますね。はい、またよろしくお願いいたします。はい、失礼します。はい、失礼します。テルワ君、ちょっと待ってください。聞こえます？あ、聞こえる。聞いてた話。あ、聞いてました。ちゃんと俺言わんと、そうやって聞こえてたなら。ちょっとおじちゃんからね、1,500円来たから、これじゃあなんかの足しにね、してもろて。あ、あと1,500円あるわ、ちょうど。じゃあ行きます。課金チャージ。行きまーす。はい。プレミア出ました。シティグレイ。うん、グレイ。トップス。おめでとう。どんどん行って。指サックで引きます。うん、指サックで引いて。ねむ。恋愛日記男髪型引きます。引けました。ナイス。次行きます。次、他の引いていいですか？いいよ。何引くの？重装猫ガチャ。次いいよ。1連目行きます。おー、プレミアの広金公立学校男トップス引きました。ナイス、コンビ引きよ。お、スーパーレア。おー、ナイス。ゆっくにゃんこ引きました。おー、ナイスナイス。もう一回行きます。はい。プレミアですけど、冬の松枝男靴引きました。ナイス。あと何金券？504金券です。お、結構あるな、まだ。次、ジューシーサマーガチャ引きます。あ、ジューシーサマーね。いいですか？うん、いいよ、どんどんいいよ。はい、何狙い？あ、もう聞いてました。あ、はい、あ、さっきのグレートトップスです。おい、狙いは AK14 です。 AK ね。いや、当たる 0.4% あるから、ね、あ、もうすぐで金額確定です。
あと10人タッチで。あ、いけるじゃん。最初からそれ引けば。わー、トレビアの警察隊男の靴です。もう一回いきます。プレミアの、MK5 でもう一回いきます。金券までたどり着けるか。金額。もう一回いきます。いけ。あ、靴が出ました。はい、どうですか。スーパーレア出ました。おぉ、 MK60 のなんていう読むかわからないやつです。 OK、 もう終わりました。あ、終わりました。お疲れ様です。じゃあ全然確定まで足んなかった。しょうがないね、それは。まあそれより、はい、電動車ゲット惜しかったね。はい、ブーリンさん強かった。ブーリンさん強かったね。またちょっとチャレリベンジしようぜ。また遊びたい。ねえ、遊ぼ。強奪しに行こう、また。オッケー、じゃあまたな。ありがとうね。はい。はい、ということでした。惜しくもねゲットならずというところだったんですけれども、ちょっと予想より無理でしたね、はい、ということで、まあ皆さんはブーリンさんにね、直でまあこの CS 俺だったらいけるって当たり前ですよ。それあなただったら、あなただったら、あの子を見て、あの実力を見てあの条件にしただけなんで、それはねタイマー CS もっと上手い子なんかいっぱいいるんで、それはね5キル以内に勝てるとかね全然あると思うんで、まあ、その人によってハードル変わりますよ、うん、ということで、まあ惜しかったですね、まあ、僕もねちょっと鍛えてね、もういつの日かブーリンからね、電動車をね奪い取ってやろうかなと。はい、ということで、まあ、LINE をね、公式 LINE からねまたねガチャ募集しておりますんで、ぜひ応募してきて